夢と消えた100万ドルはトムとジェリーの作品の一つ。いつものようにトムがジェリーを使って遊んでいると、一通の電報が届く。莫大な遺産相続権を得られ歓喜するトムだったが、なぜかジェリーまで電報を読んではしゃぎ回るためイブカシム。その文末にはこう書かれていたのだ。大金相続猫の話題は、各紙で大々的に報じられ、トムは一躍有名に。 100万ドルを相続し、パークアベニューの高層マンションに引っ越すが、相続条件を縦に隣に住み込んだジェリーはトムに、付きまとい、トムのデザートを勝手に食べたり、ベッドを独り占めするなどやりたい放題。トムも、相続条件がある以上我慢するしかなく、怒りが募るばかり。ある朝、ジェリーに浴室を専用されたトムは、ジェリーを間接的に追い出す方法を思いつき、 ぼや騒ぎを起こして、ジェリーを、マンションから飛び降りさせる。ようやく邪魔者がいなくなり喜んで朝食にありつこうと、した、トムだったが、食卓には、いつの間にかジェリーの姿が。例によって、朝食を平らげられた上にいたずらを仕掛けられ、ついに、トムの怒りは頂点に達した。怒ったトムは電報をビリビリに破いてしまう。ジェリーは、 たとえネズミでもと書かれた注意書きを見せるも、トムはもうさんのことなどどうでもよくなり、その破片をジェリーに飲み込ませてしまう。それからトムはジェリーを追い回す途中で、我に帰り、ああ、これで100万ドルが、パーになっちゃったと落ち込むも、だけど、最高。幸せ。と開き直って、再びジェリーを追い回す。相続条件が意味をなさなくなったジェリーはトムから、 逃げ回るしかなかった。本作品ではジェリーはトムの弱みを利用して好き勝手なことをし、どう追い払ってもトムの前に現れるという他の作品と比べて意地悪さと進出鬼没さが目立つ役として登場している。また、初めてトムが勝利する作品である。TBS 系列及び他系列で、 1964年から1990年頃まで、時折放映された。DVD にも収録されている。テレビ放送当初の翻訳と DVD で見られる。現在の翻訳とでは、オチのニュアンスが少し違っている。ありがとうございます。